は待ってくれませんよ。全力疾走待ったな。僕としたことがどうやら早く着きすぎてしまったようだ。教員はおろか生徒たちさえまだ半数も揃っていない。何よりまずユニちゃんズの面々がおらんではないか。そうですね、まず仲良し部の面々がおりませんね。やれやれだ。寝坊、遅刻の常習犯として知られるハイパー低血圧の僕が三月氏のハッスルポーションを過剰摂取してまで早起きしたのに。だが賢明なる僕はかような空き時間さえ無駄にはしない。この貴重なひとときは日頃酷使している脳の養生にあてがうのだ。はあ、端的に還元すれば座りね。あちらの席が空いてますわ。参りましょう。いえ、お待ちになって。その横の席に座っていらっしゃるお小さい方はひょっとしてユニ博士ではないかしら。ユニ博士、在学中に名誉博士号を授かった学院創立以来の秀才、テレジョ七不思議の一つに数えられるあの幻の。間違いありませんわ。もはや一般授業には現れず、旧校舎の図書館棟でご自身の論文に打ち込んでいるというあの孤高の高等ユーミン、実在していらしたのだわ。ガースピルルル。ほらご覧になって、博士ったら固く名目なさってる。きっと今も私たちには及びもつかない極めて高度な学術的施策にふけっていらっしゃるのよ。ガゴゴゴ、ふへ、えへへ、ママ。まあなんて安らかな表情。きっと相当な難問が解けたのだわ。我々ごとき一般生徒が近づいて良い身分の方ではありません。部をわきまえて隅の席へ参りましょう。はやや、どうしたことか。ふとまぶたを開けば名も知らぬ学友たちの背中がそそくさと遠ざかってゆくではないか。やれやれ、やはり学内隠遁生活は誤解を招くと見える。僕は孤独を愛すが、一方で対人交流にも極めて前向きだというのに。端的に還元すれば僕は青春がしたい。いかにすれば学友たちは気安く席を共にしてくれるだろうか。はあ、帰り見るに僕がまず正すべきは里の老人たちに感化されたこの若者らしからぬ賢者なまりやもしれぬ。そして生かすべきは一般平均に比して若く見られるこの体だ。近頃都の若者たちの愛読する文字絵巻漫画といったな。あれらに書かれる少女の言動を模倣すれば親近感も増すだろう。ふむ、イメージトレーニングは完璧だ。隣いいですか？などと声をかけられ次第、直ちに僕は計画を実行するぞ。いざ来たれ学友。ユニの隣に座ってくれるの？一人ぼっちで寂しかったよ。あ、舐めてんのか？てか舐めてんすか？ああ、なんだ君たちか。え、逆に誰だと思ったの？もしか見知らぬ学園にその笛ぶちかます予定だったの？いいけどそれ
医学用語で言うところの気候っすよ。ユニ先輩、ほらみんなよ、チエルゼックしてんじゃん。言っとくけど、チエルゼックさせるって相当だよ。孤独は人を狂気へ誘う。僕はユニ博士に付随する近寄りがたい印象を払拭するため、巷で流行りの守ってあげたくなる系ロリとやらを運用してみたのだ。どこの流行りだよ。嫌なんですけど、その巷。そんでパイセン、そのキャラだと別の意味で近寄りがたくなっちゃう説。そうですよ、ユニ先輩はそのままが一番いいんです。せっかくの希少な天然物なんだから、わざわざ養殖物みたいな安っぽい萌えしないでください。誠に申し訳ない、ペコリ。あれ、僕今なんで怒られた？あ、ほら先生来ましたよ。説明会始まります。みんな早く座れです。ごきげんよう。皆さんもうお揃いですね。それでは、来たる特別講座に先駆けて、本日は特別講師の先生方をご紹介したいと思います。ああ、講師ってうちの先生じゃなくて、なんか外部から人呼ぶっつってたっけ。どんな人たちが来るんですかね。こいつはチェルってきましたよ。その活動は自社経営から事業支援、魔物討伐まで多岐にわたります。お招きしましょう。国内でも有数の資産を誇る一流ギルド、メルクリウス財団の皆さんです。ギルドの財務担当ですって。おお、柔和な表情の下にただならぬ才能を宿している。まるで僕のようじゃないか。端的に還元すればできる女ということだ。まあ、ドラゴンスレイヤーの方まで。いや、アルバイトって書いてあるじゃん。てか、なんなんその役職。バイトリーダーより偉いの？ドラゴンスレ、あ、竜殺しってこと。いいじゃん。あれが噂に聞く秋の様。何でも飛空艇を使い捨てにしてしまわれるらしいですわ。飛空艇？あの空飛ぶ豪華客船とかいう？なんと、一部上流階級の間ですでに実用化されているとは聞いていたが。マジか、そんなゴージャス乗り物を紙コップ感覚で使い捨てるとか。ごくり。ごきげんよう皆様、メルクリウス財団ギルドマスター、秋のウィスタリアですわ。ウィスタリア家って、この学院にもジャブジャブ寄付してる名門中の名門。毎年象牙の塔を立て直せるほどのオールビ持ちって話です。何それ、すごい。うん、聞き逃せないトピックだな。メモメモ。今日は皆様のビジネスアイディアをバッシバッシ聞かせてくださいまし。共にランドソルを盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いいたしますわね。この度は誉れあるセントテレサ女学院の特別講師としてお招きいただき、私たちメルクリウス財団一同光栄に存じております。まあまあ素晴らしい。お世話になる特別講師の先生方に、さあ大きな拍手を。ことにギルドマスターの秋野さんは皆さんと同世代です。若くして成功されたその秘訣を大いに見習わせていただくように。
は、なんていうか、チエル割とセレブのお友達も多い方なんですけど、超って単位は国家予算以外で出てきちゃダメなやつですよね。こんなん桁違いすぎて引くわ。羨まーとか妬ましみーとかは逆に出ないわ。もうなんも出ない。いいわ、止め、好きに止め。しかし同世代か。ということは彼女、秋野くんも授業の傍ら伊豆子かの学院に席を置いていたりするのだろうか。いや、あの仕事量でさすがにそれは、まあ、ないとも言い切れないか。行動力半端なさそうだし。え、そしたらどこ学だろう。どこですかね。とりあえず留学だったら、ああいう元気な先輩クラスに 5,6 人いそうじゃないです。チエル、圧倒されて語彙が死んでんのはわかるけど、あの要素ギャンズミ姉さんを元気な先輩の一言で済ますのは無理だが、さもありな、言われてみれば彼女には華やかな才気と同時にそこはかとないルーセンティズムを感じる。ちょ、どうなん、あんた留学でしょ、あの元気な先輩のことなんか知ってんじゃないの。あら、聞き覚えのある声がしたかと思いきや、そこにいらっしゃるのはあなた様ではなくて。あー、君にゃ、なんでこんなところにいるにゃ。神出鬼没なのは分かっていたけれど、女学院にまで現れるなんて。もはや男女の垣根なんてお構いなしね。それで君はどうしてここに。ちょっと意味がわからないにゃ。それでは詳しく説明するにゃ。ちょ、いいから座っとき。ほら、アメちゃんあげるから。いや、てかさ、いいんだけどさ、結果この姉さんたち全員あんたの知り合いっつって、なんなんそれ、マジウケんだけど。キモ。ほんとこの先輩は女子ともに限ってこういう範囲が無限大ですよね。そろそろどうかと思いますよ。ません、ますよね。彼はそういう男だ。君たちもいい加減適応したまえよ。僕はとうに慣れたぞ。今さら王女やら騎士団やら幽霊やら、果ては伝説の吸血鬼やらが友人にいたとて眉一つ動かんさ。うわあ、いるの？マジで？見たい見たい、連れてきて。あら、こちらの学院は随分と賑やかですのね。事前に伺っていた情報とは少々違うような。あちらの3人、いえ4人はその異端でして。さあさあ、ご挨拶はこの辺にして、そろそろ本題の方へ。それでは今回の企業精神を学ぶ特別講座につきまして、企業精神というものを座学で学ぶのは非効率的、実践こそが効率的かつ最大の学びであると私たちは考えました。私たちじゃなくて主にミフユガニャ。いいと思うす、さすが竜殺しの女す。そこで先ほど秋野さん、兵団の秋野が申し上げた通り、生徒の皆さんには新たな事業を起こすためのビジネスアイディアを提案していただきたいと思っています。次回特別講座の当日までに学生らしさがあふれる企業アイディアをご用意ください。学生らしさがあふれる企業アイディア。出た、毎度おなじみふわっとしてるやつ。皆さんにはその企画を口頭で説明していただいて、それが社会的に通用するものかどうかを私たちが厳正に審査させていただきたいと考えています。私の審査は厳しいにゃ。美味しいたい焼きのアイディアをガンガン持ってくるにゃ。玉木さん黙って。
よくわかんないですけど、とりあえず若者っぽい感じでなんかたい焼きっぽい新商品とか考えればいいんですかね。うむ、たい焼きはおそらくノイズだが、おおむねそういうことだろう。それならチール、何気にショップ開くのとか興味ありこちゃんです。今考えてるのは可愛い飲み物、例えばミルクティーとかにお餅みたいな食感のつぶつぶを入れた新感覚ドリンクです。これヤバくないですか？めっちゃ新しくない？独創性たっぷり、唯一無二の完全オリジナルドリンク、チエル発案の名付けてタピチェルミルクティー。五感が喉越し最悪。てかチェルがつくもの腹に入れたくない。あとタピって何？どっから湧いてきたの？インスピです。うちなるチエルがタピッと囁いたんです。つまり完全独自のアイディアなので、どこに出しても完全勝訴です。うん、なるほど、把握した。今僕は講師陣を観察していたのだが、反応は存外に悪くなかった。当講座においてはチエル君のような大胆さこそが寛容と見える。ビジネスアイディアを出せと言ったな。企画を立て、それを解き、承認を勝ち得てみせろということだ。彼女らの流儀にのっとって還元すればプレゼンテーションか。っていうと、うちら起業家っていう体で新商品とか説明して、メダンの姉さんたちが投資家っていう設定で審査をすると。おお、理解理解。確かにプレゼンっぽいですね。通称プレゼンごっこ。相方の癖が強いな、このパイセン。え、なんすか突然、なんで急に煽ってきてんすか？その通りですわ、あなた様。私はチャンスを逃さぬ主義、それは同時にチャンスの喪失にも貪欲ということ。生徒の皆様、お聞きなさい。今回の特別講座はただのごっこ遊びではありませんわよ。あなた方の提案するビジネスアイデアが仮に実社会でも通用するほど素晴らしかった場合、我がメルクリウス財団がそのアイデアの実現を正式にバックアップするとお約束いたします。はあ、それってどういう？言葉通りですわ。企業に至る必要諸経費などを全面的に融資、その運用に必要な手続きまで全てを支援させていただきます。全面的に融資、全てを支援。やばい、金の匂いしかしない。秋野さんは大雑把で破天荒なところも多少ありますが、ビジネスにおいての見識や嗅覚は本物です。私のたい焼き屋も目をつけられたしにゃ。大陸一の商人、ウィスタリア家直々の事業援助、これは大きなチャンスですわよ。さあ、どういたします？可愛い教え子の皆様。すいません、一瞬待ってもらっていいですか？はい、仲良し部全員集合。チェルー、ユニー。何この天候で、どうなん今の目段の話。いいアイディアには金出すっつってるけど、え、あれガチで言ってんの？学生相手にそんな太っ腹な話ある？このチェルの骨とも知れない可愛いだけの美少女に投資してくれる人がいるんですね。いや、そうなるかプレゼンテーションの結果次第だ。遊びではないと豪語する以上、審査は相応に厳しいものとなるはず。だがしかし、晴れて財団の支援を勝ち取ることができれば、
我々には輝けるセレブリティの門が開かれよう。端的に還元すれば奨学金とかどうでもよくなる。え、そうなんですか？あれ、そういうことなら話はちょっと変わってきますよ。優先度っていうか、モチベーションっていうか、やる気？まあ、がぜん上がるよね。しかり、後輩たちよ、そういうことだ。この講座は何としても成功させるぞ。名にかけて。どうやら面白い特別講座になりそうですわね。灼熱に身を焦がすほどの斬新なビジネスアイディアを期待していますわよ、セントテレサ女学院の皆様。おー